こんにちは、玉井です。奥村です。こんにちは。こんにちは。久しぶりです。久しぶりです。2ヶ月ぶりやな。2ヶ月ぶりになってるな。タミラジが。そう。前もあれやな、そのタミラジ撮ろうとは何回も挑戦してるやん。なんか、うわー、その近況報告とか雑談して、次にするかみたいなのがあるやつ。そう。なんかそう、セネガルどうなんとか。日本どうなんっていう話してそ3時間ぐらい経ってう、うん、なんかもうラジオ撮る元気なくなって 普通に友じゃあ達同次士の近況報告をし て、そうそう何撮るの話題にもならずに、じゃあまた今度撮ろうかってなってしまうっていう一失応敗そね。のそうそういつも通話はね「ハミラジ撮ろうや」って言って通話するけどみたいなね、そうな3りが回ぐらい失敗してる気がしますね。失敗してるんですけどね、今回成功しましたという成ことで。功しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ってことで、テーマやねんけど、抽象的な夢を諦めないでっていうね、タイトル。マヤミキね。マヤミキのね、あれに乗っかって、諦マめヤないミの。で。まあ、っていうことなんやけど、最近さ、メルマガでもそういう内容のことを送らせてもらったんですけど、なんか、周り見てたらさ、やっぱ、今の日本のね、時代背景も関係あるか知らんけどさ、ゴールがやっぱり抽象的やん、やりたいこととか。その、ほんまに年収1000万がゴールとかさ、めっちゃマイホーム持つのがマジで人生最大の夢とかさ、いい車がっていうのに、いう目標を持ってる人ってやっぱ少ないやん、我々の周りも。そうね。なんかどちらかというと、人生の目標ってやっぱ、後悔しない生き方がしたいですとか、すごい面白く生きたいですとか、面白い人生にしたいですみたいな、なんかすげえ社会に貢献するような、すげえ自分のいいと思う仲間と一緒に働いててみたいな感じがゴールですっていう人なんか多いやん。ていうか、もっと言うと、そういう言葉でも表現できないぐらい、自分で言語化できないぐらい抽象的な何かよなんかそういう感じみたいね。な。っていうようなやつのやつ、わかるじゃないですか、そういうやつっていうやつそうやん。いうやつで、その第一歩としてなんかちょっと情報発信してみたり、なんか副業でなんかビジネス始めてみたり、コミュニティ化してみたいなことからやろうと思ってますみたいな人多いやん。でやってますみたいな。でなんかちょっと気づいたら、何ヶ月かとか経って、まあもう一回見てみたら、なんかちょっと稼げないんで、ちょっとあんま最近やる気出ないですとか、なんかちょっとコミュニティそんなメンバーも増えてないんで、ちょっとなんかそういえば最近やってないです、ちょっと本業の会社忙しいんでみたいな言ってたり、なんかやってないとか諦めてる理由が、その稼げへんとか、そのコミュニティがとか、ブログがあんまアクセスないとか、そういう方に行ってて、そのおもろい人生にしたいですっていうゴールから始まってるのに、なんかそっちも諦めてもてないみたいな。なんか多分本人も知らん間に、そういえば昔おもろい人生にしたいなって言うたなとか、なんか後悔しない生き方がしたいって言うてたけど、やっぱ無理やったなみたいな感じになってる印象というか、受ける。まあ、簡単に諦めてるっていうか、自分が思ったリアクションが、自分が努力した分に対して全然返ってこないなみたいなのが、まあ、そんな最初絶対返ってけへんやん。それがちょっとある程度しばらく続いたりすると、うわーみたいな、だんだん熱が下がってきたりとか、こうポキッと折られたりみたいな気持ちになってるような人とか、まあ、結果なった人とかね。まあ、それはで、それ、業界問わずいっぱいおるわな。まあそういうのって、まあ普通に生きてたら絶対あると思うし、ただなんかそういうのちょっとあって、なんか人生のコンセプト丸ごとなんか忘れてしまうみたいな。昔俺、そそうこいまや、で。こんな感じで送りたいなみたいなようなこととか思ってたけど、あの時の感覚どんなんやったっけみたいにまでなってもうてるってことね。もっと言ったら、中高時代とか大学時代の友達同士でさ、夢語るとなんかでっかいことしようやみたいな。わそかれ言うてたる。時ってさ、絶対むっちゃエネルギー乗ってたと思うし、ほんまになんかやったろって思ってたやん。なんかそれごとなくなってるみたいな。すごいいい例えですね。
今むっちゃ今分かったわ。うん。なんでお前がまだ分かってなかったなるほどね。で俺しか分かってない、うん、分かる分かる。あ、そういう意味でそのまあちょっと言葉汚なるけど、こう死んでいくというかさ、そう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 、うん、なんか挫折していくというか、そうそうそう、ってかなんか、ちょっと言いたいからちょっと言っていい？いいで。それ挫折ちゃうけどねっていうようなことやん。それでポキって折られたんですって、いや誰も折ってないけどなみたいなさ、そうそうそう、ほんまになんかすごいスポーツとかむっちゃやっててみたいな、でほんの一生懸命やってて、そうそう、でももうむっちゃ怪我してもう絶対もうスポーツ選手とかやっていけませんよって、ほんで年ももう40やけど、40ででもワールドカップかとかやったら、うん、ほんまに年齢制限あるような話なんで、夢追いかけてたのに本当に物理的に無理ですみたいになってさ、ほんまにそれは諦めるの、うん、ね、諦めるとの悩みとの戦いやと思いますけど、うん、挫折やと思うけど、じゃないやつをなんかすげえ挫折と見立てて死んでいく人たちみたいなのっていうのは、そうそう、まあなんていうか一般論として世の中にたくさんいるよね。そう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 、うん、で幸い我々、まあ、すごい切ないやつね、そう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 、全員ではないけどさ、うん、我々の目標って一生追い続けれる目標やんか、うん、結構みんな多いの、うんうんうん、そう、なんかでかいことやったりたいですとか、うん、自分のフルパワーでおもろい人生にしたいですって、うん、別に一生やってれる年齢制限のないいいゴールやんか、言ったら、うんうん、ある意味し、もっと言うと 100% 達成されることのないゴールやから、そうそうそう、一生達成はせえへん、一生楽しめるさ、うんうん、で達成とか具体的じゃないから達成がなくて、そうそうそう、寿命がなんか200年400年になっても多分ずっとそっち向かってなんか走り回ってるみたいな、うん、そうそう、ような例えばね、っていうような何かみたいなやつ、そうそう、なんか世界平和を達成したいですって言ってても絶対終わりのない話です、うんうんうん、世界平和とかも、うんうんうん、だから一生取り組める目標やから、うんうんうん、うん、なすごい、ね、素晴らしい目標やのにさ、うん、なんかそれごと知らん間に忘れてたなとか諦めてたなみたいな、うんうんうん、もったいね、うん、みたいな、お茶目やな、うん、そうなスポーツ忘れてたんやみたいな、そうそうそう、うん、でたまにそういうなんかね、あの本読んだり、うんうん、なんか誰かの発信 YouTube とかで見たりして、うん、あ、ほんまや忘れてた、ええわって思ってまたちょっとだけやってみたいな、うん、ね、なんかあんまり成果すぐ出えへんかったから夢ごと諦めてみたいな、ありますね、それ諦めないでっていうやつ確かに、うん、切ないからねそれ、そうそうそう、うん、てか、うん、根っこから例えばさ、諦めるじゃないけど、うん、例えばその俺なんかとナンパやおもろい人生っていう、まあ、雑に言うと、うん、を抽象的なゴールにしてて、うん、なんかナンパやってちょっとなんか発信のビジネスして、うん、今アフリカセネガルでビジネスしてるんですけど、うん、例えばもしセネガルで俺がさ、うん、ビジネスやることを諦めて、うん、で例えばね、うん、そのちゃう国に行ってちゃうことを始めたり日本に帰ってちゃうことを始めたりしても、うん、別にセネガルでのビジネス撤退しただけで、うん、おもろい人生にすることを諦めたわけじゃないやん、だけどそれごっちゃになって、はいはい、あー、はい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 、うん、なるほどね、例えば情報発信ビジネスブログで100万稼ぐっていうことを第一ステップにしたときに、うん、それをやめたときに夢ごと諦めるみたいな、あー、はい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 、別にそれはやめてもね、最高の人生っていうのは別にの、うん、やめやんでわけやん、うん、それは別に撤退でやってさ、戦略的撤退でやって、そうそうそう、まあなんていうか、そう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 、前向きに損切りしただけでやってさ、そう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 、うん、前向きな損切り、戦略的撤退を、夢を諦める、そう、これから先エントリーすることをやめたわけじゃないからね、そうそうそう、うん、なるほどね、それ捨てんでいいですよ、もったいないですよ、一回損切りした瞬間にもう一生エントリーすることをやめて、なんか意気消沈して、そう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 、なんかそうそうそう、人目につかないような生き方をしていこうみたいな、うん、おとなしく、俺もおとなしく生きていこうみたいなやつね、こじんまり身の丈に合ってそうな生き方でええわみたいな、ね、うん、身の丈ってなんやねんっていうね、そうそうそう、うん、ナンパとかやと、うん、なんかナンパ初めてなんかいっぱい女の人に声かけたけどうまいこといかんかった、彼女できひんかったからもう一生彼女俺はできひんねん、モテへんねんみたいな、はい、極論言ってる人がやっぱ多いんだけど、はいはいはい、それ
一個ナンパから撤退しただけで別に女の人からモテへんとは関係ないやんみたいなね、うん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 、ブログビジネス行けやんかったから別に他のビジネスでも全部無理やん。君に詳細がなかったわけでもネットのビジネスのスキル身につけるなんかなんてベースの素質がなかったわけでもないからね。そう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 、うん、それあの早まってごっちゃにせん方がいいですよっていうやつね。そうね。でそもそもその具体的な目標を設定してそれを実践してるときに、それを、まあ、それをさ損切りするのはいいんやけど別にそれを損切りするのも早かったりするし、確かにもうちょっとやったらみたいな。確かにみんなスピーディーやね。多動症やな、うん、確かに多動力からくるちょっと病気みたいなね。そう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 、なんか自分で飯食えるようななんかスキルつけたいですって言って、うん、いろんなものに手出して、うん、なんかすごい多動症してるみたいな、うんうん、集中してない、うんうんね、でも本来のもっと抽象高いところにある我々の生き方働き方の目標というかゴールって、うん、そんなこともうね枝葉であって、うんうんうん、っていうかすごく、うん、っていうかその前提に立ったら別にそれは真っ当なプロセスやから、そうそうそう、むしろ進んだことになってるわけなんでね、何、うん、かだったということ、うんうん、だからなんかそのポジティブに捉えようぜ、上手にセルフトークした結果いやこれは進んだと認めていいでしょうとかっていうような意味でもなく、別に本当に進んでるっていう、進んでるかなっていうことを考えることすら別にそこに焦点すら当てないようなレベルの話やもんね、うん、ぐらい確実にね自分の行きたい方に進んでるわけで、うん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 、ああかんかったじゃないからね、うん、なんかだから失敗したらあかんみたいなそのいうような教育をやっぱり受けてるから、ね、多分その影響はもちろんあると思います、ね、うん、で具体的なところでなんか途中でやめたりとか失敗したりとかっていう経験が 2,3 回例えばさ小学校ぐらいの時からこう遡こう振り返って続いたりしたら、なんかそれが癖になったりしてんのかね、なんなんやろうか、うん、関係はあるよね、うん、うんうん、ワンチャンしかないんやみたいなね、うんうん、もう一回失敗したらもう脱落みたいなね、うんうんうん、しかもそれを失敗やとまず思ってることがまあちょっとまた違うしみたいなね。そうやな、そう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 っていう、だから安心してねっていう、安心してその抽象的なゴールをみんな追い続けようぜ、うん、諦めない、そうやね、なんかこの辺むちゃくちゃ抽象的すぎてうまく説明ができひんけど、うん、言えるのはその、うん、上手に説明することによって、ああなるほどそういう感覚なんですかとかじゃなくて、ただ一個言えるのはそれね、うん、そのまあさ分かるやん、その今まで見てきてさ、別にそれはその別に小学校の時からでもそうやねんけどさ、小学校友達が中学校友達がとかさとかもとかっていうのを見てきてね、もう見てきて、そう我々から見てそうじゃないのかもしれないけど、我々から見て我々から見てそうなっていったなあってなんか思う人たちっていうのはいっぱい見てきたやん。確かに、でこいつおもろかったのにな、そう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 、むちゃむちゃあいつおもろかったのに、すごい能力も高いのにな、こいつすげえなとかって思ってたのになみたいなっていう人いっぱい見てきたやん。で、うん、ただ一個だけ言えんのはそれね、むっちゃ寂しいのよ、うん、ね、むっちゃなんかもういっつ人生深いところまで語り合ったよ、ね、むっちゃ切ないし寂しいしもどかしいし、ええー、みたいなってなるからそのやめてっていうことしかよう言わんねんけどそう、ほんまやめてな、やめてやっていう、そう、ほんまやめてやっていうそれだけ俺強く言えるわ、はいはいはい、そこだけ君特にそうよね、友達、そういうの俺すごい寂しがるタイプやから、そうやな、なんでやねんって寂しがりや、うん、なるからそう、俺はいつもまあもう慣れましたけど、うんうんうん、昔はそれいちいちそれに対して寂しい寂しい、それで悩んでうん、なんでなんやろうみたいな、
思ってたよ。とか救ってあげれない自分の力のなさかなとかね、そう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 、自分を責めてみたいな。あ、でも俺も結局人のこと言えんくて、自分がもっとじゃあこうでこうでこうやったらもしかしたら結果が違ってきたんかもしれんなみたいにさ、やっぱ考えるしさ、うん、そうだね、うんうん、ただそうやっぱり抽象的だもんけど、別に諦めるもクソもないようなジャンルのゴールやったりするんで、うん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 、なんかちょっと冷静に考えてみたら分かると思うんですけど、うんうんうん、だからその諦めないでってそのさ冒頭では言ったけど、そもそも諦めたり諦めないとかっていうことを考えるようなテーマじゃない、うん、そういうジャンルの目標じゃないから安心してないっていう、うんうん、だからなんかよし俺も諦めずにはもうそれちょっと違うやん、うんうん、諦めずに頑張るぞの時点でもうなんか違くて、そうそう、あ、なんか諦めるとかそういうもんでもないなってならなあかんとは思う。ずっとなんか自分の核のところにあるテーマみたいなものやもん、うんうんうん、一生持ってて別に何も悪いことないやんけ、うんうんうん、もうそれだからそれを取られたら自分が自分じゃなくなるぐらいのすごいアイデンティティのものすごい中心の部分にあるから、そう言うてるけど、おもろい人生取られたらね、うん、どうしようもないしみたいな、うん、別に捨てるようなもんでもねえし、うんうんうん、諦めるもクソもないしみたいなね、うん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 、ただ見てて結構ちょいちょいそういうのがそういう感じでなんかね、まあなんか、うん、うん、諦めてるじゃないけど、うんうん、なんか打ちひしがれてるとか意気消沈してる人ねっていうのちょいちょい、まあたまに会うやん、会うし今までいっぱい見てきたし、そう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 、うん、僕が言えるのはすごくそれ寂しいから本当に嫌やっていうことなんけど、うん、でもそういうのをいっぱい見るとなんかだんだんこうなんか世界ってなんかそんな感じなんやなみたいに、あ、残酷やなみたいな、うん、なんかそう悲しい世界そんなことないんやけどね、うん、でもまあそんな人がさ、うん、そのあの少数派になることはないと思うよね。まあ、うん、だって今言ってるようなことって圧倒的多数の人なわけよ。そうね、うん、で普段やっぱそういう人らが例えば会社とかに周りが全部そうやったりしたら、うん、そっちの影響を普段強く受けてたりするわけですよね。何アホな寝ぼけたこと言うてんねん、現実見ろやみたいなね、うん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 、よくあらんことでドリームキリングされたりっていう、うんうんまあ、環境で言うと、まあ、お前が一番現実見れてないけどなっていう、そう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 、そっちがまあ多数派になるっていうのはまあ意味わかりますけれど、うん、でそういう人になんかやっぱ引っ張られてもね、その、うんうん、本当にそういう人もいればさ、そこの狭間でさ、コインの表裏どっちってなった時にその人に引っ張られて、うわー君もそっち染まったみたいなさっていうような人って一番だからすごく自分自身で意識をとか意志を強く持たなきゃいけなくてさ、そうね、うん、もう引っ張られないでっていう、そうそうそう、ポンコツやからそいつらは、そうやな、うん、言うてること全部間違ってるから、うん、くらいに別に間違ってないねんで、でもそれくらいに思っていいからね、自分を、そうやね、自分を守るためにというか、うん、そう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 、うん、だからそれを俺はなんかその NPC やって言うんだけどさ、うん、そのネットであのネットゲ、はいはいはい、ネットゲとかやった時にそのプレイヤーじゃないキャラクターね、ノンプレイヤーキャラクター、そう、モブキャラみたいな、アニメとかやったら顔も描かれない人みたいなね、はいはいはい、そうそう、魚の大群みたいですよねってすごい言うんやけどさ、そうそう、便宜的にそういう風に解釈してもらったのね、うん、引っ張られにくいということでね、うん、うん、で人間のその人のそういう部分を見てしまうとさ、なんか、うん、もうなんかなんていうかな、すごいさ、なんていうの、もう世にも奇妙な物語じゃないけどさ、うん、なんか怖ってなるやん、わかる、うんうんうん、そういう人たち の、うんね、の集まってる組織とか集団とかに自分がコミットした時にさ、あ、この人もやこの人もやこの人もやってなった時にさ、怖い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 みたいになるやん、なんかちょっと話せるやついてへんみたいな、そう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 、うん、なんかあの独特のなんていうかな、顔つきというか独特の目というかほら、うん、で分かると思うよね、うん、でその時になんか、あ、 NPC やってした方が、そうそうそう、うん、いいんちゃうかな、自分守れるし、自分を守ることはね、うん、自分が最強になった世界にもすげえ貢献できるわけで、うん、世界のためにもなるわけやから、うんうんうん、そう解釈する、そうそう、だから別になんかそう
そうかそうじゃないかで主観的に差別しろって言ってるわけじゃなくて、うん、うん、でそこに対してさ別に全くぶれないさ自分の強さを身につければさ別にそうやっていちいち区別することもしなくてよくなると思うんだけど、うん、そうね、それをまず身につけるために区別するのは別にいいと思うし、そうやな、その慣れもあるからね、ひねくれたりうがった見方を別に人に対しても、うん、社会とか世の中に対してもしてもいいと思うし、うん、そうね、別に第一ステップとしてね、うん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 、うん、多数決に流されないでっていう、うんうん、流されないでってやつね、うん、そうね、何回も言うけど寂しいから、うん、それ押すね、そう、いやなんかほんまね、なんかあこの人もログ、まあ、ネトゲに例えてしまうんやけど、うん、なんかログインしてると思ったら、あの人ログアウトしたみたいなさとか、あこの人プレイヤーやと思って一緒にレベル上げとかしてたら、あこの人 NPC やったんやみたいなさ、うん、ほんまにそうとかじゃなくてさ、そういう感覚になるわけやん、わかるよ、うん、それはね、共感性の低い僕っていうか、そのあんまりその感情的なにならない俺もそこのね感情は持ってるんだ、すごい知らねえようん、的確な作れた今、うん、うん、そう、まあ、諦めないでっていう、そうそうそう、まあ、ちょいちょいハメラジじゃん、同じようなことをね角度変えて背中を押してますけど、うん、まあ、これからも、うん、我々はね言うていくよ、言い続けて、言い続けていきますよ、うん、で、うん、我々がねモブキャラになってたらね言うてくれたら我々が諦めてね、お二人なんか諦めてませんめっちゃおもろいよね、おもろい、で諦めることを早く諦めてくださいと、そうそうそう、うん、諦めれませんからね、うん、諦めよう思っても、うんうん、そんな感じですね、っていう感じで、うん、今回は以上ですか、以上です、なんかこの、まあ締めるときにさ、なんか一個落ち着けなあかんみたいなこう思考になるやん、うん、今のここの掛け合いとかもさ、まだ終わってなかったんかいっていうね、その終わってないねんけど、うん、そのまだ気済んでないというか、そうなるやん、 今のちょっとした今のこの微妙な間とかもそれやん、なんかこう落ちないかなとかさ思いながら喋ってるからなんかファーってなるやん、そうやな、これなんとかしたいよね、いやまあこれもええんじゃねいけるときはいけるし、いけへんときはいけへんということっていうところもまでもお伝えして締めたいと思います、で、落ちちゃうけど、うん、中山美穂の未来へのプレゼントっていう曲があるんで、うん、夢を諦めないでって言うてる歌詞の、うんうん、それを、聞いておいてください、これをハミラジ聞き終わった後に、ああなるほど、あじゃあそれで言ったら、うん、俺、うん、今は違うんだけどかぶせてくるじゃ今パッて思いついたね、その、はいはい、その高校とか大学ぐらいの時に、ああそういうのがすげえわかるっていう、ああ共感するっていうのがすごい、まあ、めっちゃ有名だけど、ビーズのさプレジャーとかさ、はいはいはい、すげえ、はいはい、あと願いとかさ、はいはい、あの辺よくその時俺すごい切なくなったりしてたから、すごいそれ聞いてたなっていう、はいはいはい、じゃあこのハミラジを聞き終わってから、うん、中山美穂の未来へのプレゼント、うん、ビーズのプレジャー願い、この3曲を続けて聞いてください、うんうん、そう2008ね、プレジャー2008ね、プレゼント2008の方ね、いっぱいあるからね、うん、っていう感じで、はい、今回は以上です、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。